マニーモリエマニュエル、マニーモーリはミクロネシア連邦の政治家。2007年5月11日にミクロネシア議会により同国大統領に選出され同日就任、2015年まで4期8年、務めた。学歴はグアム大学卒業、学位は経営管理学士。ミクロネシア連邦大統領府のウェブサイトでは名前はエマニュエルモリとなっており、マニーは エマニュエルの短縮型とされているが、日本の外務省のウェブサイトでは、エマニュエル・マニー・モリがフルネームとされている。中区州の秋島に生まれた日系人。曽祖,祖父は、高知市出身で1892年に一夜、紹介の商社マンとして、中区諸島に渡り定住し、州長を務めた、森子弁。春島にあるザビエル高等学校を卒業後、グアム大学で学び、 経営管理学の学士号を取得し1973年に卒業した。大学卒業後の1974年、シティコープサイパン支店でアシスタントマネージャーになる。1976年にシティコープを辞め、新宅等治療社会保険局の長官補佐を務める。1979年から1981年は中区州の国税局に勤め、 1981年から1983年まで、ミクロネシア開発銀行の検査官を務めた後、1997年まで、同開発銀行の代表権 CEO を務めた。1997年から1999年までは、ミクロネシア銀行の副総裁を務めた。マニーモリとウルのバロン若大統領モリは、1999年7月1日に、 ミクロネシア議会の補欠選挙に初当選した後、2001年、2003年、2005年、及び2007年にも続けて再選を果たした。2007年5月11日に行われたミクロネシア連邦大統領選挙で現職のジョセフ・ j ウルセマルを破り当選。同日、第7代大,大統領に就任した。2014年11月来日。 日本の国連アンポリ常任理事国入りを支持している。ありがとうございます。